どうも、マセキ芸能社の浅草キッド、エル・ハブキです。どうも、エル・エダです。どうも、デロリアン・林でございます。そしてオフィス北野の浅草キッド、浅草キッド、浅草キッド、スイントバスター。あー、うまかった。そうですね、そして、あー、今の空気もらいたかった。本家、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 ということでね、今日は6月21日ということで、はい、まあ、いろいろニュースがあるんですけど、はい、まあ、これはね、もう博士も造形が深いと思う、ちょっとびっくりするニュースがありまして、造形が、ジャッキー・チャン、オフィス来たのから電撃移籍してるね。え、マジ移籍したんだ。移籍らしいんですけど、これ、ジャッキー・チャンっていうやつがいるっていうことを今回知りましたね。あ、じゃあ、最近入ってきたんでしょうね、オフィス来たの。入ったのか、それともそれがジャッキー・チャンなのか、なんか、ジャッキー・チェンの、はい、そっくりさんなんでしょ。めちゃくちゃ似てますよ。あ、そうなの。それこそ写真見てないですか。あ、見た、ちらっと。めっちゃ、あれジャッキー・チェンだと思う。あれ、ジャッキー・チャンです。ジャッキー・チャンジャッキー・チャンです、オールスターコーラサルっていうのが一緒になって、160人ぐらい芸人がいる中で、うん、ガッチガチにカンフーに来て、うん、もう2時間一切触れられずに終わったもん。マリアが強かった、あれでしょ、ニトリ清原みたいな。そうでしょうね。僕もあんまり知らないんですけど、イチローみたいな感じ。イチローみたいな、そうですね。ある程度身体能力ある感じがしましたね。あ、 まだ動きは見てないですけど。あ、そうなんですか。いや、なんでそんなノーマークのやつがこんなに注目されてるのかな。確かに、時々出てるんでしょうね。あ、そうなん。それこそ爆笑さんの番組とか出てたんで、博士が知らないっていうことは、あ、そういうことなんだ。爆笑さんの番組見ないですから。いや、違う、めちゃくちゃ見てるよ。めちゃくちゃ見てない。めちゃくちゃ見てないですか。ね、だからこれジャッキーちゃんがオフィスに来たのから朝見てじゃないか。バイクのショーも見てます。あ、両方見て、あ、両方見て、ね、両方見て、あの、軍配いつまで。いいですね。ジャッキーちゃんはね、はい、たけしさんに続いてまた映画スターに立つっていうのが俺はオフィスに来たの2人目の映画スター。映画スターだから、はい、ジャッキーちゃんとたけしさん。あ、確かに、はい、これだけでもジャッキーチェンに会ったことあるから。え、会ったことないですか。ありますよ。え、はい、お仕事ですよね。お仕事っていうか、うん、1988年、はい、いや、めっちゃ、めっちゃノリに乗ってる時じゃないですか。そうですよ、国立競技場で、うん、夢のスーパーカップっていうのがあって、はい、ジャッキー・チェン軍対たけし軍団っていう、サッカーの試合があったんです。サッカー。でもすごくない？少林サッカーじゃないですか。早すぎた少林サッカー。あと、ジャッキー・チェン以外軍団を多分分かんない。分かんない。いや、分かりますよ。え、あの、アンディ・ラウとか。おお、アンディ・ラウ。うん。あと、ユンピョン。ユンピョン。おお、それ、しかもガチで、途中何度も殴り合いがあるんですよ。反則の連続なんですよ。日本軍がすごいやって。で、越前屋氷太とユンピョウが殴り合いする。本気くんが勝てるわけないじゃん、氷太さんも。そうですよ。いや、でも、ね、相当なあの修羅場を見て、それが、全軍がもう、うん、すげえ揉めたところを、はい、ジャッキー・チェンがこう割って入って、うわ、すいません、違って、あの時のそういうダンカンさんだとかタカさんだとかの暴れっぷりは一体何だろうって。TPG 以来の興奮しましたね。激しく乗りするんだ、何の根拠があって、あの蔵前国技館でレスラー相手にあんな演説ができるのか。わけわかんないじゃん。だから俺も坊やついた頃だったから、あ、まだ始めたばっかりっていう。ね、そうそうそう、ここです。すべては、すべては、まあ、ジャッキーちゃん、ジャッキーチェンって言ったら、ジャッキーチェンが河合直子と付き合ってたしね。あ、知らないですね、僕は。ジャッキーチェンと河合直子と付き合ってたんですか。そうよ。へ、河合直子が西城秀樹の妹で売り出しました。はいはいはい、西城秀樹の妹でみたいな。そう。へ、で、松尾伴内が西城秀樹の弟に応募したで、落ちたんですか。うん、そういうあの、あれはないのよ。あ、勝手に公募はないのに、はい、西城秀樹の妹で売り出してるから、僕は西城秀樹の弟で売り出してくださいって、確かにバーモンドでジャガイモみたいな顔してますね。目を振り抜いたみたいな。あの、松尾バンドさん、ちょっと前、徹子の部屋出て、あ、出たね、ラッシャーいた前で、そうです。で、たけしさんとさんまさんの笑いの違いについて語ってる動画が今 YouTube に上がってて、そうそうそう、
それがタイトルがすごい悪質で、うん、マクちゃん、たけしとさんまの笑いの違いについて語る26万回ぐらい再生されてる。いや、やっぱ YouTube のあのサムネイルとか重要だよね。タイトル、はいはいはい、確かに、ね、ジャッキーちゃんどこ行くの。いや、あれもあのマイケル・ジャクソンのそっくりさんも抜けてますから。マイコー・リョウ、マイコー・リョウ、マイコー・リョウ調べたら、うん、結構ややトラブルメイクアップですね。4回ぐらいの編成を経てますから。こいつ来たのをやめて、どっか入って、またフリーになって、また結局提携してみたいな。へぇ、結構マイケル・ジャクソンなりに新生活もあるけど感じなんじゃないかなと。いや、俺好きでしたけどね。マイコール面白いですよ、ね、そういうことは。東京ダイナマイトさんとかどういうの。東京ダイナマイトは、もともとは作戦ヒットで弟子でした。弟子ですよね。そっから、オフィス来たのをやめて、うん、オスカー行って、オスカーですよね。そっから、吉本に入る。それもあれですよ、リングのないところでは、要は育たないっていう理由でね、はいはい、俺のところに辞めさせてくださいって言って、いや、それは正しい、劇場がない理由は芸人にならないと思います。だから、そのはちみつ二郎はいつも自分が吉本の鳥、を取る時、はい、メインイベント、今日もメインイベント、あ、書いてますね、書いてね、それ以外リングそうだ。そのね、タケシプロレス軍団つながりで言うと、うん、あのプロレスのビッグバンデイターっていう選手が、うん、今日亡くなったっていうのが、うん、レオン・ホワイトですよ。レオン・ホワイト本名、本名。それこそ、まさ斎藤が発掘して、うん、タケシプロレス軍団、うん、で、蔵前ですよ、蔵前国技館に、そうそうそう、でその前に、オールナイトニッポンでタケシプロレス軍団旗揚げっていう企画が始まるんですよ、はいはい、で、その時の TPG の、事務所は俺の部屋でした。4畳半から部屋が電話番の TPG の事務所を激しく作ったと書いてありましたね、この年表に。そう、いや、あれは相当で、はい、ビッグバンベーダーの、うん、ビッグバンベーダーレオン・ホワイトはまだいない段階で、はい、あの東京スポーツの取材が来て、はい、で大藤さんっていう、はい、後にオフィス来たのに入る力士が、はい、あれをで、はい、後ろ姿でビッグバンベーダーで撮ってました、ね、でももう日付以外は全部誤報のトースポらしいですよ。そんだけ認識なんだ。証拠の写真が嘘って言ってます。すごいならしいでしょ。で、当時放送作家ベン紫、はい、はがき職人ですよ、はい、彼が猪木さんと打ち合わせしながら台本書いてましたからね。すごいですよ。そのずんどこぶりがすごいんですよ、TPG は。タケシプロレス軍団。タケシさんとかその当時人気絶頂の芸人さん上がってるにもかかわらず、リング上に、うん。ものすごい。いや、それは当時のプロレス軍団、そのプロレスファン。プロレスファンね。まあ、WWF の演出をやろうとしたと思うんですよ。シンディ・ローパーなんか上がってる頃だから。タケシプロレス軍団はそれをそうやろうとして。もうそれこそギブアップまで待てないの山田邦子が大失敗するようにどっちが全部してるか分かんないけどプロレスファンの大反発です。だけど何がすごいってプレハブ小屋、緑山のね武士を取ってるプレハブ小屋にマササイトがいて、そこで、入門してきた TPG に入りたい、あのモンキーマジック脇田とかさ、とかなんかレスラーになりました、ね、そうとかね、スペルデルフィン、スペルデルフィンとか、元気にさえとか、うん、あグレートサスケとか、そうそうそう、あれ、邪道芸能って言うじゃん、邪道芸能もそう、邪道芸能と一緒にヒンズスクワットやりました。ダンスになっちゃいますね、から始まったんですね。そうそうそう、すごいでしょ。それを生んでますよ。そう、そこから変遷を経て邪道芸道なんか新日まで行けるっていうところが、そうプロレスラースゴロクのすごいですね。スポーツ報知の記事なんですけど、うん、2年前にベイダーが交通事故に遭い生死の境をさまよった上、自身のツイッターでうっ血性心不全で医師から余命2年の宣告を受けたと公表していた、うん、でとてもリングに上がれる状態ではないと思われたが、親友藤波のために緊急来日、で試合後、お祝いに駆けつけた前田明らとにこやかに握手を交わしていたベイダーが、うん、お祝いゲストの真打ちにアントニオ猪木のテーマが場内にかかった瞬間、突然リング上に仰向けに大きな音を立てて倒れた。でスースーという呼吸音、分厚い胸も上下していたが、
目をつむったまま約3分間動かず、場内は騒然となった、うん、顔に水をかけるとやっと起き上がったベイラー、その姿に気づかなかったのか、リングに上がった猪木氏がお決まりの元気ですかーの掛け声を、ね、これはどうスポーツ王子の中村記者が元気じゃないですよ、今目の前でベイラーが死にかけてるじゃないですかと僕は胸が悪くなったっていう記事を書いてるんですどうですかこれ、猪木さん分かってるんですかね。いや、分かってないですね。分かってないですか。そうそうそう。全米で動いてるわけじゃないですよ。春一番の病室でも言ってましたから。今言って、元気ですかって言って。すごいなぁ。鉄板ギャグ。ギャグじゃない。ギャグじゃない。あとはね、今日も話題になってますけど、水曜日のダウンタウン。うん、芸人さんを路上で、連れ去って、まあ、恵比寿駅です。まあ、前でね、目立つところで連れ去ったんでしょうけど、それを見た人がいっぱい110番しちゃって、警察が厳重注意した、TBS の関係者に。これどうですか、まあ、そういう時代になりましたよね。あ、昔、みんな話覚えてないと思いますけど、バカとアキラ失踪事件がありましたね。ガシギン達也さん。ガシギン達也、後にガチュウリン達也なんですけど、バカとアキラが熱海の海で失踪するんですよ。それで北朝鮮拉致とかいろいろあるんですよ。俺それ信じてるんですけど、違うんですか。あ宇宙人にこうさらわれて、インプラントされて、戻ってきたとか。最近これは聞いたんですけど、まあまあ具体的に、まあ、某週刊誌が仕組んだ表現。うわ、っていう説。説じゃないです。マジで言っちゃうの出版社の、はい、あの一室に監禁してたっていう。いやいや、それ芸に行き詰まりで何か大きいことをしないとその名前が注目されないっていうことで、出版社と若槻さんとでこう共謀を、共謀罪で今の逮捕するの絶対ダメだよ。そんなのもう絶対ダメでしょ、そんなの。うわーすごい。一応僕あの、ハマちゃん、まっちゃんじゃないですか。だから、ハマちゃん、まっちゃんにちなんで、ダウンタウンです。そう、だから連れ去ろうとした人は、拉致しようとしたんで、ラッチャン。ハマちゃん、まっちゃん、ラッチャン。はい、これは僕の考えです。僕が勝ったんですね。勝ったんです。おー、すごい。水曜日のダウンタウンの演出の人、藤井、はい、藤井健太郎さん。藤井健太郎。藤井健太郎くんの本を箕輪厚介が作ってるんですよ。双葉社時代のね。なんで何か分かる。何演出で。博士がね、今度戦う人ですよ、果たして。そうそうそう。で、藤井くんが初めて作った番組に、藤井くんが当時だったあの浅草キッドを呼んで、そうだから初めて彼が作った番組の最初の指名されたのは、今 TBS の藤井健太郎さんって言われてますよね。その時に藤井君が T シャツで、あの桜庭に立った、シェンプリング、エルビスいましたね、エルビスシェンプリング、はいの T シャツを着てたんですよ。はい、うん、それを今わざわざと思い出しました。やっぱ桜庭好きだから向かってたんですか。いやだから桜庭に一生した人なんてなかなかいないじゃないですか。その人のしかも T シャツを持っているっていう、ああなるほど、そうですね、なんちゅう君センス、あー確かに、あの盛り上げ長いですよね、エルビスね。そう、エルビス、まさにエルビスなんでしょうね、エルビスね、そうなんでしょうね、そういうことなんですね。あとね、あの、うん、ドカベンが、うん、これはうるさいよ。今日で、ね、いやずっとうるさいですよね。ドカベンが今日で完結ということで、今日じゃないわ。6月28日発売の31号で完結と。週刊少年チャンピオンで連載されている、ついに水島新司さんの野球漫画ドカベンシリーズが46年の半端ない歴史に爆走。40年、ね、200巻以上ありますからね。ああ。で、うん、ドカベンをもう知らない世代でしょ。僕らは、ね、僕は読んだことないですね。え、ドカベンもともと柔道漫画だったんですよ。らしいです。それはらしいです、ね、見たことないんですよ。柔道漫画がそんなのあります。
山田ちゃんが急に野球始めたんですよ。そうですね。松田さんの驚き。なんで野球になるの？でもスラムダンクもね、最初ややちょっと。でもヤンキーも。柔道部じゃないけど。嘘だっけ？あのつるんでる仲間。あ、でもヤンキーものかなと思ったけど、ね。スラムダンク読んでないです。スラムダンク読みました。だけど、そんなに面白いと思わなかった。やっぱ世代ですよね。じゃあ、大の大冒険読んでもらうしかないですか。大の大冒険でハドラーの中間管理職具合を見てほしいです。いや、だけど、ドカベン、香川じゃないんですよ。香川は本当に出題したドカベンですか。ああ。南海香川、もう死んじゃいましたけど。あの人はリアルドカベンですか。おー。明君高校、山田太郎。はい、山田太郎です、ね。頑張れ頑張れドッカーベン山田太郎も知らない。いや知らない。さ、アニメで流れてる。流れましたね。参議院議員、元参議院議員山田太郎議員もいます。流したの？いや、その議員で山田太郎。もういたんです。山本太郎でしょ。違います。変形脱毛中だ。山田太郎いますから。あと芸人で山田太郎もいますから。元太郎。人力車そう、もういるっていう。でも、山田太郎山田太郎どれだけ打ったか知らないでしょ。いや、知らないです。成績とかこれ成績、豊福機構っていう人が全部調べて、すごい流行ったんですよ、豊福本が。甲子園で7割5分ですよ。7割5分すごいですね。7割5分、甲子園優勝、明君高校4度ですよ。いうか、唯一弁慶高校に負けた1回だけしか敗れてないんですよ。1回だけ。そうで、甲子園でその5大会出てホームラン20本ですよ。おー、漫画の話。漫画の話ですよ、今俺もちょっと分かるから。20本ですよ。清原で何本ですか。今日は何本ですか。分かんない。で、甲子園で、あ、高校野球です。山田太郎だって12球団のうち10球団指名されてます。7割5分ですよ。むしろ2球団なんで指名したかって。2球団間抜け。間抜けでしょ。間抜けですよ。嫌いな球団だったんですかね。どうなんでしょうね。すごい。何だったんだろう。アブさんも知らないんです。アブさんも分からないですね。タイトルだけですね。アブさんってすげえ、田淵と一緒に入団したんですよ。そっからね、50代で三冠王取ってましたよね。一応の理論先にやってたんですね。いや、だから、いや、もうその山田太郎や影浦がここで引退、今山田太郎そのプロ入りしてからどうなったか、もうその水島新司の脳内野球にみんなついていけてないんですよ。いや、そこら辺のアグさんとかの画面って僕らの世代で知るって言ったらもう床屋で置いてある漫画くらいしかないんですよ。いや、アグさんは、アグさんと、まあ、もちろんその、ドカベンは今から読んでもめっちゃ熱く語ります。確かに島耕作をちょっと上田からちょっと前に借りて読んでるのめちゃくちゃ面白かったんですよ。島耕作も面白いです。めちゃめちゃ面白かったんですよ。島耕作が社長から会長になったんですよ。そうです。課長から部長、はい、部長が専務、専務かな。で、まあ、途中スピンオフでヤング島耕作一回戻るんですよね。初芝坊やが欲しいんですよ。知らないか。いやいや、本当はあれですけどね、あのパナソニックの。そうですよね。初コットね、初芝坊や。だから、あの小料理屋のおかみと絶対なんかないかなっていつもその何て言うんだよ、ワック着てるおかみとか言うと必ず頭の中で島耕作の分かりますね。あれは広金剣士の妄想です。妄想です。嫁が幼い頃に見たセックスがお母さんとその東芝の、まあ、初芝の社長と会長の 3P を見るっていう。ああ、そう、広いんだよね。襖の外が見る、あれ、勃起しましたね。あれもね、サイモン・フミの横であれを描いてますから、ね。ああ、男女性さん。だからね、ああいう漫画家っていう妄想ついていけないですよ。だって水島新司だって僕は一緒に野球やってましたから、ね。ああ、タキシングルが、ボッツ、うん。ボッツってのそう、年間130試合以上してました。ゴッツ対武志軍団すごいですよ。あそこの、神宮草野球場でやるんですけど、だってゴッツのリリーフ出てくるの
江夏豊かですありえますか？ないよ江夏ですよ、江夏が強いから竹志君のチーム、ゴッツだったり気がしますそれを石橋貴明さん見てました。あ当時、トンネルズの前の、うん、石橋貴明さん、ね、トンマとノロマ、トンマとノロマでしょう、トンマ T、 そのトンマとノロマでタナにするか、井原貴明さんに言われてどっちにするかっていうことで、うん、トンマかノロマかトンネルズ、TN ね、貴明さんに言われて、トノの新しい事務所が TN コン、これ絶対これこトノとトンネルズが一緒になるんだ。おその暗号だと読んだんですけど、はい、深読みでした。結果は何だか、まあ、いくらたけしともう一人の影響みたいな話ですけど、ね、いやもうこれ君たちは人生に楽しみを残してる。ドカベンっていう。そう。あ、いいですか。ちょっと読みますよ。ドカベンの依頼は知ってる。いや、わかんないです。マジに知らないんですか。リアルにボケなしで言っていいですか。お弁当のこと。そうですよ。ドカベン弁当。そうすごいでっかい弁当のことをドカベン。すごい山田太郎というドカベンという。それあんな平凡に見えるの、あんなあれですよ。ぽっちゃり男。温和な顔してますよね。7割5分ですよ。いや、清宮と比べてください。清宮実際と。じゃあ俺らもね、ここのルーキーズ貸しましょう。読みました？読んでない。あるじゃないですか。あれ、橋本さんが好き。あ、これ森田さん。でも森田まず森田さん好き。そうなんですね。とかね、なんだっけ、あのあれとか見てくださいよ。メジャー。あメジャーめっちゃ好きなんですよ。メジャー好きなんですよ。あれリアル大谷翔平ですよ今日。ああ。そうですよね。多分怪我してるから。というか漫画の妄想でずっと考えてると漫画を本物だと思って喋るっていうボケ面白いですよ。ああ。漫画ネタもあるんですか？漫画ネタもありますよ。だってドカベン、あの実写化でドカベンやったの長嶋茂雄です。誰ですか長嶋俊幸。長嶋俊幸知らないですか。いやいや俳優さんですよ。今60歳ぐらい。サードっていう映画で。ああもう世代差。長嶋俊幸知らないってもう世代差ありますよ。今あれですよ。農場とかもやってますよ。田中義武さんの間違いじゃないですか。違います。長嶋俊幸って言ったらもうとにかく。80年代日本映画で何回殺されたかよく分からないですああそういうこと日本兵にしか見えないですから、見てるかもしれないですね、うん、あそうなの、じゃあリアルドカベン知らないです。トノマは誰やるか、川谷拓郎がやったか知らないですね、トノマっていうのは知らないですね。あトノマ知らないんだ、まあいいや。いやいや、ドカベン読んでないのにすげえいいですよ。これから楽しみ。ちょっと勉強する。メイクの高校知らないですか？超わかんないです。それ神奈川の代表になるのは甲子園で優勝するより難しいんですよ。強豪校いっぱいありますからね。水島新次郎ですよね。キャプテン翼読みました。キャプテン翼、子供と一緒にかなり見ました。南葛中学してますか？南葛中学かわからないですけど、今もキャプテン翼やってるじゃないですか。やってます。あれを見ながら、はい、うちのかみさんが、はい、うわ、何マイクにするってうまいね。いや、ありっすよ。そう。現実入りと。そう、一緒に入って、子供と一緒に現実が入ってます。キャプテン翼もそうですよね。だからやっぱこう少年漫画のこう過程っていうのはこう、はい、新たな敵が加わる、はいはいはい、新たな敵が加わる、やっつけるのを繰り返してるうちに、はい、とんでもない。だからもう超人すぎるじゃないですか。ハイパーインフレを。ハイパーインフレを起こしてしまう。キューバ君、ボールで大木を折りますね。今やってるその最後リブートっていうか、がすごく良くて、うん、その当時の匂いそのままなんですよね。あ、なるほど。この間も、あれリブートなんだ。あ、リブートじゃないですね。リメイクですよ。リメイク。で、先週やってたのが、いいなと思ったのが、若林君を潰すために、オフェンス側が6人がかりでタックルかますって早すぎて握手したって6人がかりで行ってあいつ怪我してるからタックルしろっていう
あ、いいですね。いい回なんです。今の時事ネタを取り入れてる。取り入れてるんですよ。先取りできるんですよ。いいんですよ、今の。ということでね、もう時間がね、結構いっちゃいましたんで。じゃあ、浜地はね、前あの、なんか、はい、で、ちょっとボソって言ってたけど、毎週やるのどうみたいな言ってるじゃないですか、中1時、月の話。あれどうなんですか、ね、おい。いいですか、あの博士が、実際どういう感じ、毎週日曜やろうよみたいな。おい、まあ、スケジュール空いてる時で。はい、じゃあ、続いて。毎週お願いします。1週間で一度じゃあ。あ、いいです、はい。ちょっと僕博士の話聞いてないんで、その時だけ30分ぐらいポーズになるんですけど。じゃあいいんですか。はい、いいです。じゃあ次回予告しといて、次回博士と喋る時はあの清水健太郎をリングに投入したザ・グレート・サスケが25年前のパワハラを認める謝罪。これね、今ドラゴンゲートで活躍している選手たちにパワハラをしていた。ここからここから始めるんですか。次は、はい、清水亮太郎の話はいいですか。清水亮太郎の話は必要です。清水亮太郎ってもうセットなんですね。昨日あの清水亮太さんがね、26年ぶりにモノマネしてんのみんな共演して、顔面にセロハンテープを貼りまくって観覧の客さんにバカ受けしましたんで。おぉ、それ気になりますね。あ、ぜひ。ケンナオコのモノマネ。ケンナオコから、ハリスってなんか誰かなんですか、春日なんとかさ。はい、そこから、はい、話を。はい。はい、そう、グレートサスケの話いっぱいありますか。ああ、ぜひ。うわ、ね、前田明ともね、ちょっとありますから、ね。ということで、はい、じゃあ皆さんまたお聞きなさってください。お願いします。パラッパパッ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 パラパラッパパッ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